どうも肉まんです。今回は新商品のチョコレートタルトのご紹介をしていきたいと思います。それでは早速紹介していきましょう。チョコレートタルト、お値段が1798円でした。こちらはケーキコーナーの新商品です。デザート系の新商品が出るスパンがすごく早いですね。初めて見る商品です。チョコレートタルトって書いてあるんですけど、チョコレート感はあまりないです。見た目は真っ白なのでホワイトチョコ系なのかな。ホイップもいっぱい飾り付けされてます。チョコレートタルト、名称洋生菓子、原材料名タルト、砂糖、小麦粉、卵、無塩バター、チョコレート、コーンスターチ、全粉乳、ココアパウダー、食塩、乳糖を主要原料とする食品、チョコレート、アーモンド、チョコレートコーチングなどが入ってます。保存方法、要冷蔵4度以下。この製品はそば落下性をした設備で製造しています。栄養成分表示はこちらです。加工日は書いてないんですけど、賞味期限買った日から4日間あります。じゃあ早速開けていきましょう。上にはアーモンドスライスが振りかかってます。美味しそうですね。すごい重さありますね。ちょっと見えにくいんですけど、容器含めて 1654g 入ってます。すごい大容量。美味しそうですね。じゃあ切り分けていきたいと思います。中どうなってるのかがすごく気になります。まだチョコレート感は一切ないです。早速いただきます。綺麗な層になってます。タルト、チョコ、なんだろう、一番上ホイップクリームかな。いただきます。ん、なんだろうこれ。タルト、味がすごくぼやけてますね。何の味だかよくわからない。ちょっと周りについてるホイップも一緒にいただきます。うん、周りのホイップがすごい甘いです。最初食べた時はそこまで甘くなかったんですけど、周りのホイップと一緒に食べるとすごく甘いです。チョコの部分だけも食べてみたんですけど、チョコ感はあまりないですね。なんかぼやけてる味です。チョコだけで食べると美味しくないです。すごく柔らかくて、なんだろう、タルトってもっとしっかりしてる生地が乗ってる感じがするんですけど、柔らかくて口の中に入れると崩れてしまうような不思議な食感ですね。ちょっと私はイマイチです。外の生クリームなしで食べると甘さ控えめで食べられていいと思うんですけど、味がイマイチ、何の味だかよくわからない、何も主張してこない感じですね。味がぼやけてます。今思ったんですけど、これムースっぽいですね。チョコレートの部分のところがもうちょっとチョコレート感があったらすごく美味しかったかなと思いました。タキシードケーキはすごくチョコレート感があると思うんですけど、あのぐらいチョコレート感があれば美味しかったかなと思います。タキシードケーキはすごく甘すぎるので私は好みではないんですけど、
チョコレート感がもっとあった方が美味しかったなと思います。何も主張してこないので何食べてるかちょっといまいちわからない感じになってしまってます。パン君は周りのホイップで甘さが調整できるので美味しく食べられると言ってました。うん、食感はチョコレートムース、私はホイップなしの方が好きです。甘くなく食べられるのでこっち派です。ごちそうさまでした。こちらのチョコレートタルトは1798円なので8カットにすると1個あたり225円、大きさは十分にあってコストはいいと思うんですけど、ちょっと味はいまいちだったかなと思いました。ムース系の食感が好きな方は買ってみてもいいのかもしれないです。ぜひ気になる方は買ってみてください。こんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。周りのホイップすごい甘いので、まあ、少しずつ自分で調整して食べるようにかけられてるのかなと思います。調整して食べてみてください。断面はすごい綺麗でしたね。チョコレートの部分がちょっといまいちでした。もうちょっと味が濃かったら、しっかりしてたらよかったのかなと思います。甘い系食べたので甘いので終われないので、この前買ってきたコンビーフを調理して食べたいなと思います。さあ調理しようっと、初めてコンビーフ食べる。じゃあこの前買ってきたコンビーフ開けていきたいと思います。新商品だと思います。ビーフ 100% 340g 入りです。こっから開けるんですかね。どうやるの。あ、こういうことだ。うわぁ、なにこれ。すごい、なにこれ、初めてやった。面白い。缶切り必要ないですね。うわ、うわすごい。これを使って調理していきたいと思います。もう一品作っていきたいと思います。材料はこんな感じです。こんな感じで2品完成です。コンビーフ丼とオムレツ作ってみました。じゃあオムレツから。
たっぷりコンビーフ入れました。いただきます。うん、美味しい。初めて食べたんですけど塩気があるお肉で美味しいですね。じゃあコンビーフ丼いただきます。いただきます。食べられることは食べられるんですけど、コンビーフ焼いた方が私は美味しく食べられるかなと思います。初めて食べるんですけど、缶詰のお肉にすごく抵抗があるので今まで買ったことなかったんですけど食べられました。私はオムレツの方が美味しいですね。コメント欄にチャーハンにしても美味しいって書いてあったんで、今度はチャーハンにしてみたいと思います。まだ半分以上コンビーフ残ってるのでチャーハンにもしていきたいなと思います。オムレツにはチーズ入れたら美味しかったです。こんな感じで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。